やばいって。コメント読めない、邪魔。あ、スヌーピーかわいいね。もういいって、読めないよ。全部アスキーアートになっちゃって、全部流れちゃう。やめてー、マジやめて。運営さん、ちょっと助けてください。荒らされてます、コメント荒らされてます。和国とかいいから、もうやばいよ。コメントでしてくれてるの読めないよこれ。やだ、もうもうやばいわこれ。やめろってこと、配信を。荒らさないで、荒らさないで。リスワン取ったんだよ、もう。もういいって、リスワンもういいから、もうやめてよ。されちゃって、ちょ、ナイスだけお願いします皆さん。ナイスだけ押しといてください。ナイスだけお願いします。一日600ナイスいけばいいと思ってるんで、ナイスだけお願いします。食べ物、あ、あった。箸どこだ、箸どこ。主婦のリスナーさん、箸ってどこにあると思う？箸、主婦リスナーさん、箸が何？どこにあると思う？箸ってどこにある？どこにある箸？食器棚、引き出し。あった。マジであった。箸。マジであった。これどうでもいい。箸あった。さすがや。さすがや。これ娘の？パルパル裏切り？なんでその悪口ばっかり。割り箸ないね。パルパル裏切った？無理やりしてないよ。するわけないだろう。なんで無理やりとか言われるの？ふざけんなって。何を言ってんの。もう人間としてやめよっかな、マジで。配信なんかやるもんじゃないね。ね。やばいわ。裏切り？また始まった？
友達じゃないの。だからね、こういう世界はね、そうとしてるわ。じゃあ俺のこと、好感度を下げようとしてるってことでしょ。俺の友達でもなんでもないね。パルが用具についた。マジかよ。もう麻雀もしないわ。じゃあパルちゃんと、誹謗中傷半端ない。肝デブキャップ斜めキャップ、肝デブ斜めキャップ半端じゃない。ただ太ってて帽子を斜めにかぶってるだけで、よくそうやってディスよね人のこと。肝デブ斜めキャップ、太ってて帽子を斜めにかぶってるだけでそういう悪口を書く、やばいね。運営さん、助けて。これ誹謗中傷半端じゃないです。これ運営さん、これいいの、これこんなん書いて。あ、パルちゃんからいらっしゃい。やばいわ。嬉しくねえよこんなの。お前全部アンチコミじゃないか。全然嬉しくないよこんなの。パルからナイスありがとう。マジで、おー来てる。
400いかないかな。うわ、来たこれ、ナイス。400ナイス、ありがとうございます。うっそ、ほら、うおい、ナイス、半端じゃないこれ。うん、400単純ナイス、ありがとうございます。ナイス、440ナイス、ありがとうございます。444で終わってるから、それ CCC になっちゃうから、454ナイス、ありがとうございます。うー、ありがとうございます。ナイス。うん、こんなに戦えても粘り強く生きようと思って納豆食ってますよ。粘りが大事ですよ、やっぱり配信者も。粘らないと、ね、どんなにアンチ湧いても粘りがないとダメですよ、やっぱり、うん、雑草魂ですよね。どんなに戦えても配信は続けないと、うん、アンチ半端じゃねえわ。叩かないでよ、そんなに。叩かないでよ、怖いわ、みんな敵に見えるわこれ。半端じゃねえこれ。うん、レーパー、すごいよ、なんて怖いよこれ。うん、怖い怖い怖い。ウェイパー？ウェイパー好きだけど。あ、そう考えたらすごいよ。2000人対1人で今戦ってるわけでしょ？すごいよな、俺2000人対1人だぜ。やばくない？強くね？鼻のケージ張りだよね。堂々としないとダメだ、じゃあ。うん、なあ、2000人だよ、戦ってるんですよ、キムちゃん今、2000人のアンチに叩かれてるんですよ、今。やばいよ、これ。強靭なメンタルがないとダメだね、やっぱり。アンチや、アンチ半端じゃねえよお前、はあ、何があったの？あのね、まあ話が長くなるんだけど、あれ女の子とあのコラボして、あの応援してあげようと思ってさ、やったんだけど、エッチしたんだけど、あの合意の上でね、でエッチしましたって、5分で終わっちゃいましたっていう枠やった後に、まあいろいろ、まあいろんなとこ、宇都宮とか来て餃子食ってリスワン取って、で
イベントが3位までが入賞だったんだけど4位になっちゃって、俺もファンタスティックを2個投げて応援したんだけどダメ でその後ちょっとここのお家のお世話になって、あの娘さんがいるんだけど、娘さんをデビューさせちゃったのね。俺が「あ、かわいい、かわいいからやった方がいいよ」って、うん、そしたら「さっきの子より全然かわいいよ」って言っちゃったの。それがなんかムカついたらしくて、あの「レイプされました」とか言ってんだよね、その女の子が。だから荒れてんだよ、こんなに。キムちゃん助けて、ちょっと弁護士紹介して、マジで守って、キムちゃんやばいって、キムちゃん助けてよ。キムちゃんち行こうかな。キムちゃんち行っていい？やばいよ、アンチめちゃくちゃついてくるけど。レイプされたって言われて、そうそうそう、助けてよキムちゃん、やばいわ。笑ってるでしょキムちゃん、ねえ助けてよ、助けてキムちゃん、ナイス、ピンチピンチ。キムちゃん助けて、やばいんだって。してないんだって、本当にレイプしてないよ。してたらすぐ枠取るでしょ、そう警察行くでしょすぐ。一緒に仲良し配信してんだよ、だって5位あったよ、あった、見てたでしょキムちゃんも。それでレイプとか言ってんだよ、やばいよマジで。1000人対1人で今戦ってるからね、やばいよこれ。刀が切れなくなってきたよ、そろそろ俺の刀が。え、血しぶきが半端じゃないでしょ今、真っ赤でしょ今、うん、ビジホデイッチさん、ビジホデ血だけでしょ今、返り血が半端じゃない今。300人ぐらい切ったんだけど、まだ敵がいんのよ。2000人からあと1800人ぐらいいんのよ敵が。援軍頼む、援軍を、援軍用意。やばいわ。あのさ、引退してて戻ってきてこういう沸かせ方はないでしょって。マルコさんが LINE 来た、今日忙しいですか。これマルコさん見れないからな、フワちゃん言わんだから。忙しいっていうか、なんて言えばいいんだろう。マルコさんに忙しいっていうか、忙しいっていうか、なんて言えばいいんだろう、なんて言えばいい。キムさん言って、マルコさんに今日忙しいですかって来たんだけど LINE が、なんて言えばいいんだろうこれ。忙しいというか、うん、騒がしいって言えばいいの。あ、相談になります。ご飯行きましょう。マジっす。でも今勤めなんですよね。めちゃくちゃ遠くて。なんて言えばいいの。騒がしいです。今日は騒がしい。2000人のアンチに叩かれてます。アンチに。叩かれてます、うん、何言ってるんですかって、
分かってない。キムさん、で電話してあげて。笑ってるわ。一言だわ、完全に。マルコさん、これキムさん、そう、マルコさんがなんか笑ってるわ。分かってないわ、これ。キムちょっと電話して、ちょっとこれを伝えてよ。これ笑ってるわ。で電話して、ちょっと怖いわ。ナイスもお願いしますね。アンチが半端じゃないわ。マルコさんエヴァなんだよ。キムちゃん助けてよ。次通常枠でやろうかな。もうこれ通常枠やるわ。もうタヌキダメだわ、これ荒れちゃって。やばいわ、もうタヌキ無理だわ、これやばい。うん、もういい。それかもう配信やめようかな。うん、やばいわ。聞いちゃえよ、こんなアンチ来て。ウルハに配信させよう。ウルハ起きろって、お前配信やれよ。ウルハ、ウルハ起きろよ。これダメだ、これ荒れちゃって。もう死ね死ねとかやばくない、お前。どうすんの俺が本当に死んじゃったら。引退するかも。2000人には勝てねえわ、やっぱりアンチ強えわ、強えわ、勝てねえわ。死ねはやばいって。うわ怖っ、こんなかかれんの。え、ウルハ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 、ちょっウルハ配信しない。もうパパもういいわ、これ配信できないわ、これ。ウルハ、ウルハ、ウルハ起こすか。ウルハ、パパもう配信できない、これ。ウルハ、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 配信しないと。パパもういいから、もう。ウルハ、大きいね。怖いわ。スイッチでもやろうかな、俺も。もうスイッチあるし。ゲームやろうかな、俺。やばいわ。もう終わりわ。うん、やばいわ。聞いちゃっても配送だよ。通常枠やるわ。うん、通常枠やります。
荒れちゃって。うん、お疲れっす。いや、もう聞いちゃうよ、ボディがよ、2000人のボディやべえよ、だって。はい、そうです。ウルハ起こす、やばいわ。お疲れっす。終わります。